中島洋次郎7月16日から2001年1月6日は、日本の政治家、群馬県選出の元衆議院議員。第二次世界大戦前、日本最大の飛行機製作会社となった、中島飛行機創業者、中島畜平の孫にあたり、文章も務めた、中島玄太郎の次男である。1982年に、慶應義塾大学商学部卒業後、 記者として NHK に入局し、静岡放送局勤務を経て、オックスフォード大学に留学。その後は、NHK 衛星放送のキャスターを務めていたが、1992年父、玄太郎の死去に伴い空席となった旧、群馬2区の補欠選挙に当初後継者と目されていた、兄に代わって擁立され、衆議院議員に当選した。祖父の代から、 群馬県を政治地盤とした。自由民主党では三塚派森派に属する。1996年衆院選では、比例に回り、比例北関東ブロック自民党5位として当選。防衛政務次官や自民党国防部会長を歴任。1998年10月29日、東京地検特捜部に、政党女性法違反容疑で逮捕され、同年11月19日には、 公職選挙法違反で再逮捕。12月15日には、海上自衛隊の救難飛行艇開発問題に絡む受託収賄容疑で3回目の逮捕。同年12月28日受託収賄罪などで起訴された。1999年1月12日に罪状を認めた後、議員辞職。7月には、東京地裁で、懲役2年6ヶ月。 追徴期に1000万円の実刑判決を受けた。その後ショックで精神不安定となり、カウンセリングや投薬治療を受けたものの、抜け殻状態であったという。2000年9月には東京高裁でも懲役2年の実刑判決を受け、10月には最高裁に上告したが、最終決心前の2001年1月6日、東京都内の自宅で首吊り自殺した。 ありがとうございます。